はい、こんにちは、校長の金原です。ちょっと MMA 学校というか、まあ、ちょっと最近こう話題になってることとかを、まあ、自分なりにちょっとまとめて、はい、まあ、もちろん MMA のことなんだけども、まあ、自分とかにも結構その DM が来ることが何個かあって、質問形式でこう来ることが多々あるので、まあ、そういうのもちょっと自分が思ってることとかを、まあ、自分なりにまとめて MMA 学校という形にして、まあ、YouTube 撮りたいなと思って、まあ、何でもあくまでもこの YouTube はこれ数字取れないね。あのね、こういうので数字取れないんですよ、うん、でもあくまでもうちのやることは数字を取ることが目的ではなくて、 MMA 業界に対しての底上げだったりこうね、こう深さを広げることが我々の役目だと思ってますので、はい、長く細くやっていきましょう、はい、ね。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは、はい、これ結構ネットとかでもちょっと話題になったんですけども、キッズ MMA について。キッズ MMA とかキッズ格闘技、少し前に話題になってて、所さんも Facebook かなんかでこう書いてて、ちょっと我々の中にもちょっといろいろ議題になることがあって、キッズ MMA ってさ、まあ難しいよね。まあ僕ら大人でも MMA って難しいので、今 MMA ブームじゃん。そうですね、ブームだからお父さんお母さんたちが MMA やるし、実際ジムにもねキッズの MMA やらしたいってこの問い合わせも実際あるし、あるんですね、あるし、うん、強くさせたいから、はい、とりあえず MMA をさせるみたいな。格闘技って一番強いのってやっぱ実際 MMA なんでね、だから MMA をやらしとけば一番強くなるっていう考えは間違いではないし合ってるんだけども、はい、それを習得するにはハードルが高いというか、まあ、やらなきゃいけないことがいくつもあるよって話になってきて、まあ、まず勘違いしちゃいけないのは、はい、大人と子供って体ができてるできてないっていう、まあ、もちろん大小があるわけじゃん、はい、大人が大きくて子供がちっちゃいじゃん、はい、これ勘違いしちゃいけないのが、はい、大人の小さくなったバージョンが子供じゃないってことなんですよ。体重に合わせて子供と大人の練習をさせるとかさ、はい、まあ、これ全然違うよねって話からまずこれだけから覚えてほしいです。同じサイズでも子供の大人って中身って全然違うわけじゃん。うん、違いますね。それこそ筋肉にしてもそうだし、骨にしてもそうだし、人体にしてもそうだし、それこそ神経にしてもそうだしっていう話でさ、大人が大人のこうトレーニングの仕方がある、のと同じで、はい、子供も子供の同じトレーニングの仕方があるわけ。違うんですね。そうそう、だから大人がやってることを子供にやらせちゃダメだよって話をまずしっかりしてもらいたいなと、うん、で、まあ、これなんでこれを自分の YouTube でやろうかと思ったのは、もちろんキッズ MMA をやるのは全然問題ないし、キッズの格闘技をやるのはすごく賛成なんだけども、それをやらすにはちゃんとしたキッズの指導力のある人がキッズを指導しなきゃいけないよねって話。無知でさ、うん、何でもかんでも大人がやってることを強くやってる、そういう有名人の人がこのトレーニングやってるんだからお前がやれよっていう風にやらせちゃ絶対ダメだよっていうことで、うん、自分の子供たちに MMA をやらせたい、お父さんとかお母さんとかそのトレーナーの人とか他にいるジムの代表の人たちがちょっと見てもらって参考にしてもらえればいいなと思って相手 YouTube に撮らさせていただきました。 MMA ってさ、僕まずきも今もやってるけどもさ、はい、まあ、すっごいやることがたくさんあるわけじゃん。やること多いですね、はい、で、まあ、打撃やったり寝技やったりとかでさ、で体を作りしたりとかでさっていうのでさ、はい、お父さんお母さんとかに、まあ、一番最初に子供たちに指導する中で一番気をつけてもらいたいのが、僕はなんつってもダメージ、体のダメージ、その筋肉のダメージ、骨のダメージにしても、神経のダメージにしても、脳のダメージにしても、いやこれって結局消耗品なわけで、外傷へのダメージってさ、はい、例えば転んで擦り傷できましたとか、はい、まあ、そういうのってもう治るじゃん、時間が経てば。そうですね。でも内部のものってさ、目に見えないし、骨が折れてても気づかないし、靭帯が切れてても目じゃ見えないじゃん、はい、脳のダメージがあります、脳がむくんでますとか言われてもさ、実際には分からないじゃん。だからこういうのをしっかり大人たちがケアだったり、うんうん、見て指導させたりとかトレーニングする方法も気をつけないと、子供たちはもう絶対いずれがパンクして、最初からこう一生懸命強くなるつもりが、はい、まあ、全然その途中でフェードアウトしてしまう選手なんてたくさんいるし、まあ、よくさ、あのアメリカでも言ってたんだけど、センスがある人ってのは世の中にたくさんいるって、はい、でもセンスがある中で実際にリングに立てる選手ってのはたかが知れてるって、大体の多くの、ほとんどの多くの選手はリングに上がることなくマットの上で終わっていく選手がほとんどだっていう。そうなんですね。まあ、これは何かというと、もちろんセンスがある人ももちろんそうだけど、怪我をしないセンスももちろん大事だし、リスクを負いながら練習するのは僕らの大人がやることだし、はい、このまままず楽しんでその競技をしっかり理解して、はい、で体ができた時に本格的な練習をするっていうのが、まあ、一番大事なのかなってところだよね、うん、だって大人だってさ、 MMA 習得するのにさ、やっぱ2、3年はかかるわけじゃん。何もない状態で MMA を始めましたって、ちゃんと MMA の形でスパーリングできるのに、やっぱ2、3年かかるわけじゃん、はい、
はい、そうで、それをさ、キッズの人たちがさ、まあ、数年で習得しようなんてまず絶対無理だし、はい、で、競技者やってる人と、はい、まあ、1年やってる人とやってない人の違いって何だと思う？すごい、僕の中のイメージはその知識量かなとか、そういうとこですか？近くから。知識量って何？なんでこの技に対してこういう風にするのか、あ、そういうとこなのかな。子供がそんなこと考えられる？考えられないですね。そうか。大人はできるじゃん、なんでこの技がうまくいかないんだ、なんでこのパンチが当たらないんだとかって考えるけど、子供なんて実際に考えないでしょ。まあ、もちろん考えないってことはないと思うよ。その考えるけども、答えがわからないんだから、いくら考えても、その子の正解には導けないじゃん。だから、ある程度ここにぼんやりしてるもの、正解があれば、いろいろ言うけどもさ、いろんな大人たちがさ、あしろこうしろ、あしろこうしろさ、どれが合ってるのかわからないくなってるじゃん。だから自分が合ってるものってのは絶対に理解できない。はい、大きな違いは何なのかというと、はい、簡単です。ディフェンスです。あー、なるほど。うん、思考でもなく何でもなく、ディフェンスです。喧嘩してくださいって言われてさ、誰でも顔面殴れるじゃん。そうですね。だってやってない人も習ってない人でも、僕の次男だって今もう最近殴るようになってきた。本当なんですか？でも殴れるけど避けることはできない。そうですね。絶対できないでしょ。はい。だから今度素人の人とクロートっていうか、もう経験者の人たちの違いってのはディフェンス力なわけで、ディフェンスって何かというと、はい、怪我をしないための、やられないための、負けないための練習なんだよ。だからそれが要は負けないための練習をする、ディフェンスの練習をするってことは何かというと、さっき最初言ったことのイコールに、怪我をしないための練習をしっかりできてるかできてないか、怪我をしないためのちゃんとリスク回復ができるかできないかっていうのが大きなことで、これができれば怪我もしないし、脳のダメージとかも負わなくて済むわけじゃん。はい。って時に、ディフェンスもちろんそうなんだけども、結構よく勘違いしてるのがさ、ごめんなさい、最初から言うの忘れたんだけど、基本的に、はい、きつめめは全然いいと思うんだけど、何がいけないかって言ったら顔面パンチが基本的に禁止っていうか、自分のジムでもそうなんだけど、顔面へのコンタクトスポーツは基本的に反対派なんですよね。まあ、MMA が反対っていうよりも、はい、顔面へのコンタクト競技が正確に言えばね、反対っていうことが正しいのかなって感じはするんだけども、これはアイロンカラスもよく言われてる消耗品の、そう、その方が消耗品だし、あとその避けることのだし、まあ、これがまあ自分がその今 Facebook で話題になったっつってのは、そのキッズの MMA の人がパウンドありでやってたんだよね。顔面ありでやって、まあ本当大人と同じルール、顔面のパウンドもそうそう、顔面のパウンド周りでやってたから、それでちょっと自分もファッと思って、顔面への、まあ、基本的なコンタクトスポーツが僕は反対ですよねっていう話はい、になってくるんで、でさっきも言ったように、ディフェンスができる、ディフェンスってさ、まあ、僕らディフェンスできるってディフェンスもちろんできるけどもさ、はい、ディフェンスってさ、目で来て避けることもそうなんだけどさ、目だけで来て目でこう避けるだけじゃないじゃん。そうですね、はい、こうこのなんてこのリズムをとか、はい、来て避けるとかさ、来た感覚で避けるとかさ、相手の初動で避けるって、はい、これって全部さ自分の経験だったり神経なわけじゃん。考えること、動きとかさ、相手のリズムに合わせる動き、これ全部経験じゃん。はい。子供たちってさ、そんな経験があるわけないんだから、来るものに対して避けようとするけども、そんなの実際に避けれないじゃん。ってことは、バーンってもらっちゃうんだよね。はい。ってことは、脳が反応ができてないよ。大人で言う、見えてないパンチを毎回もらってるわけ。避ける反応はしようともするけども、実際に避けるわけないじゃん。実際にじゃあ、この距離で避けてくださいって言われても、男の大人の人たちも避けるわけないじゃん。反応はできるけど。はい。ってことは、避けれてないってことは脳のダメージってのがまあすごいわけで、脳のダメージってイコール何かというと、はい、まあ、脳みそがあるじゃん、はい、で頭蓋骨があるでしょ、はい、まあ、この脳みその頭蓋骨ってのはもうこうくっついてるわけじゃなくて、うんうん、まあ、こう隙間があって脳ってこう動く、常にこう動いてるね、はい、で、頭蓋骨にこうぶつかることで振動が起こることで脳へのダメージで脳から出血したり、脳がむくんだり、脳が揺れて脳振動を起こして意識を失うっていう症状が生まれてくるわけじゃん、はい、その脳ってまあ別に普通に運動してても走ってても脳は揺れるし、はい、まあ、いろんなことで障害が起きることであることではあるんだけども、はい、見えてないものの初動バーンっていうダメージってまあものすごくて、はい、毎回毎回こう勝手にドーンドーンって軽く脳振動してる状況、はい、それでもやらせるじゃん大人とかって、いけいけいけ前でやられんないけいけっていう結構見るんだよね。なんかツイッターがなんかで炎上してるのもあったら、なんか一個子供たちを大きいグローブつけさせてやれやれやれっつってやってんじゃん。これさっきの外傷の話じゃないんだけど、大きいグローブをつけさせれば、はい、ヘッドギアをつけさせればいいやっていう考えがマジでナンセンスなんだよね。大きいグローブって、まあもちろん外傷はないんだよね。傷をついたりとかそういうのないけど、じゃあ大きいグローブで柔らかいグローブで殴ればいいじゃんって言うけども、大きいグローブってちっちゃいグローブより重いんだよ。いや重いもので殴られてるから、脳の揺れってのはちっちゃいグローブで殴られるよりも全然揺れるわけ。
はい、でヘッドギアもヘッドギアって頭にこうつける防具なんだけども、はい、これって頭につけるから頭が重くなるじゃん。だからこう揺れも大きくなるんだ。うん、頭が重くなるからゴーンゴーンゴーンって中でこう揺れちゃってるから前にも後ろにもバンバンバンとぶつかるわけじゃん。それこの衝撃がすごいよって話で、頭を支えてるのって首だけなんだよ。はい、脳はさ頭蓋骨を鍛えることができないじゃん。中を鍛えることができないじゃん。例えば目を鍛えてそれを避けるっていう動きを反射神経を良くするとかさ、そういうことしかできないわけじゃん。トレーニングとか基本的にはそうですね。そうそう、でも首をしっかり鍛えてればその揺さぶられる動きってのは最小限に収められるから、まあだから俺ら首鍛えてさ、みんな格闘家の人って首太いわけじゃん。そうですね、コンタクトスポーツやってる人たちって大体首が太い。これなぜかというとやっぱ揺れを小さくするために首を鍛えてるっていうことになるわけで、しっかりこう首を鍛えてる、最初の話じゃないけど筋肉が発達してない時に首がまだ全然細い間にそういう競技をやってそういうことやると脳のダメージもたまるし、そもそも目なんて当たればさ網膜剥離とかさ、眼窩底まではさすがにないけども剥離とか全然ある話だからね、軽く当たったって。ちっちゃい頃からそういうことをやっちゃうと、はい、やっぱ脳は消耗品だから、はい、どんどんどん削れていくし、だからそれで最初から MMA やっていろんなことをやれば強くなると思うけども、体の方がどんどん消費しちゃって本格的な練習をしましょうって時に体がもう持たないよねって話じゃん。だ俺がもう格闘技俺17ぐらいに格闘技始めたんだよね。で今40歳じゃ、はい、何年やってる？23年です。23年あれ？そうそう、あなんでそれ競技を長くできるかって言ったらさ、はい、ちっちゃい頃にそういうことをやってなかったっていうのももちろんあるし、まあもちろんちっちゃい頃からやってればその競技に対して強くはなる。でも、うん、MMA をやったからって MMA は強くなることないじゃん。極論何が言いたいかというと、はい、つまるとこ何が言いたいかというと、まあ、充実にしてもレスリングにしてもキックボクシングにしてもそうだけど、はい、ちっちゃい頃にやらせることはたくさんあるよねって話じゃん。そうですね、MMA をやらせなくてもいいじゃん。はい、顔面なしのキックボクシングやってもいいし、充実やってもいいし、はい、レスリングやってもいいし、このパーツパーツがしっかりできれば中学生とか高校生ぐらいの時に MMA やった時も全部に対応できるはずじゃん。わあ、なるほど。そのいきなりキッズ MMA 限るんじゃなくて他のそういう別の競技やってても生きる。そう、やっぱ無知な人ってさ MMA をやりたいですってみんな言うじゃん。はい、多分お父さんお母さんがさね、朝倉兄弟はかっこいい、朝倉兄弟みたいにさせたいとかって何をやらせるって言ったらやっぱ MMA をやらせるわけじゃん。そうですね、でこれやっぱ無知なわけじゃん。俺らの競技者の人、指導者の人たちらはいきなり MMA やっても MMA は強くならないし、段階踏んでいかないと MMA ってできないですよねっていう話になってくるから、順を追っていろいろやっていけばいいんじゃないのかってことを、まあ声を大にしていきたいのと、大人のちっちゃくなったバージョンが子供じゃないっていうのを必ず覚えてもらいたいし、トレーニング内容は絶対違うから、大人は大人のトレーニングがある、子供は子供のトレーニングがあって、それを知らないのに子供のトレーニングを大人と同じようにさせてる指導者はナンセンスだよねって話で、子供を教えるんだったら子供の周りの指導方法もあるし、それ体も理解しなきゃいけないし、はい、全部やらなきゃいけないよねって話で、でお父さんお母さんにそれを求めたら絶対ダメなの。お父さんお母さんもまず何をすればいいかって言ったら、子供の体作りをするために体を大きくして筋肉をつけさせる、靭帯をつけさせる、神経を大きくさせる、強くさせるってことでしっかりするためには食事や食を学んで、あとはもうジムの方でちゃんとした指導者のところで学ばされる、うん、それが一番強くなる秘訣だと思うし、お菓子ばっかあげてダメだし、ラーメンばっか食べさせてもダメだし、まあ、好き嫌いある中でもしっかりした食事のコントロールを、好きなものの中で食事をコントロールしっかりして栄養を語らせる、つないようにしてしっかり体作りをさせることが一番基本的に大事なことだと思うんで、まあ、ブームはありますけど、もう焦らずにっていう感じですね。なんかさ、ちょっと話ちょっとずれちゃうんだけどさ、はい、野球がすごい好きでさ、佐々木朗希って知ってる？わかります。本当は？そう佐々木朗希ってさ、はい、本当に現代アスリートの象徴だなと思ってさ、高校の時もさ球数投げすぎてさ、監督がね、佐々木朗希に投げさせるやつ甲子園行けるんだよ、でもこの選手の佐々木朗希の将来のことを考えて決勝で投げさせなかったの。そうなんですか、うん、で結局まあ負けちゃって甲子園行けなくなっちゃったのね。でプロになって1年目かな2年目かな、投げさせなかったんだよね。体作りを1年間ずっとさせて、まだまだ高校生だから、うん、多分いきなり投げても全然何勝とかできると思うんだよね、うん、4勝とか5勝できると思うし、うん、それチームのためにとっても全然いいと思うんだけども、将来的なことを考えた時に1年目は体作りとか、はい、2年目も経験作りとかっていう段階を踏んで投げさせて、全然して今シーズン投げてさ完全試合とかやっちゃってるわけじゃん、はい、だからそれぐらい能力はもともとそのぐらいあるものなんだけどさ、しっかり体作りをした上でパンクをさせない体作りさせて今結果として投げさせてるわけじゃん。そういう段階を踏む時代なのかなって本当に改めて思ったんですね。
まあ、俺ら松坂世代なわけじゃない、延長投げてもまた次翌日投げて、はい、で肩パンクしてってさっきの話じゃないけど、やっぱそういうとこで、まあ、青春だから別にいいんですよ。やってる選手はさ、もう俺らの青春はここだ、別に将来プロなんか行かなくてもいい、ここで体が燃え尽きてもいいよっていうのが、まあ、選手なわけじゃん、はい。まあ、それはまあ俺らの時代とかちょっと、まあ、昭和の時代のスポンコーン理論の時代だったし、選手はみんなそう言うんだよ。でもやっぱ誰かのセコンドの木の話したけども、萩原の木だ、はい、も話したけど、やっぱそれを止めてあげるのが指導者の役目だと思うし、そういうのを理解ちゃんと しっかりして球数何球投げてからどういう負担がかかって、じゃあ次どんぐらい間を空けてどんぐらい投げさせましょうっていうのを理解してないとさ、監督がチームを勝たせたいから、本人もやりたいから、本人が投げさせたいから投げさせましたとかってやっぱ言うわけじゃん、うん。まあこれもキッズと同じでさ、指導者がちゃんとそのキッズの人たちの理解をしてないとパンクしちゃうよねって話じゃん。だから本当に強くして、本当にチャンピオンにならしたいとか、本当に上に行かせたいんだったらば、段階を踏んでって、焦らず段階を踏んで、絶対やらなきゃいけない時が来るんだよ。パンクしながらでもやらなきゃいけない時が来るんだよ。それは子供の時じゃないし、ちゃんと体を作って無理させなきゃいけない時期って絶対来るから、その時期にしっかりした準備ができてる人たちらが絶対に長生きできるし、はい、競技人口もしっかり増えていく中で競技寿命もしっかりこう長くできることも、そういうの下積み時代が大事だよねって話だよね。うん、まあ、これはでもやっぱ知識がなきゃできないし、はい、ただし大谷君とかは全く別の話になっちゃう異次元の話になっちゃうけどもさ、はい、よく言うのは高校時代投げすぎてみんな肘壊して手術してとか、そういうもう例とかもたくさんあるわけで、もう野球が好きだから、はい、例えば野球になっちゃったけども、はい、格闘技も全く一緒でさ、格闘技は特にコンタクト競技だから脳もそうだし、いろんな体に負担をかけずにしっかり強くなっていくために 順序を踏んでやっていきましょうよって、そのためにはその指導者もそうだし、お父さんお母さんもやらしたいんだったら自分ができることの範囲内の職の学をしっかり学ぶことが、まあ、一番大事なのかなと思って今日は YouTube 撮らせてもらいました。自分が言いたいのは、子供は大人の小さくなったバージョンじゃないと、はい、ね、で焦らずちゃんと 下積みを積みながら MMA に携わってくださいと、うん、お父さんとお母さんの指導者とかセンスがあると才能があるとさ、どうしてもやらしたがっちゃうじゃん。そこをうまく止めながらやっていて、まあ、最終的にこう楽しんで、子供が楽しみながらやってほしいし、スポコン時代が悪いとは言わないけども、昭和のやり方が間違ってるとは言わないけども、やっぱ今のは今のやり方があるし、昔の指導法も活かしながら最終的に痛みを知って自分が痛みに優しくなる、まあ、これに尽きるんじゃないでしょうか。なので悩めるキッズの人はあずきのところで行ってください。あずき大人気です。ぜひよろしくお願いします。じゃあこれで MM 学校キッズ MM 編おしまいします。ありがとうございました。ありがとうございました。